週末以降は冷たい空気が優勢となりそうです。予報センターは宇野澤さんです。宇野澤さん、うん、この先はちょっと気温上がりにくくなるんですか？そうですね、はい、少し抑え気味になる、うん、でそこから見るとちょっとまた高くなってる日があって、はい、結構アップダウンは若干あるかなと、うん、まあ、エリアによったりするんですけどね、はい、まずはこちら上空 1500m 付近の気温の予測から見ていきたいと思います。上の段が22、23、24、下の段が25、26、27、という形になるんですが、でここで見るとちょうどですね、冷たい空気と暖かい空気の境目というのがあってですね、うん、こんな感じなんですよ。ここちょっとこういう風になって、北日本のは結構冷たい空気がこう入りやすい状態になるかなと思いますね。ということで、この赤い線よりも北の方は上の方が冷たい空気、それよりも南、あの、下の方がね、暖かい空気というふうに考えてみると、ちょっとこう冷たい空気がぐっと入り込んでくるタイミングがあるといった状況になりそうです、はい、でそれに伴ってなんですけども、で気温の変化傾向で見ると大阪こんな感じですね。20日下がります、うん、でその後ちょっとまた上がって、その後ぐっと下がっていくと、うん、平年よりもだいぶ低くなるということもあって、はい、これまでずっと平年よりも高い高いと言い続けましたけど、今度低くなりますから、うん、その辺は要注意で、続いて東日本、東京はそこまで極端ではないんですけど、うんうんうん、ただそれでも平年より低くなっちゃうんですよね、うんうん、この辺が一つポイントです、はい、でさらに札幌は前半下がっていて、だん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 後半になってくると一旦上がるんですが、うん、その後また下がると、そんな状況になります。ということで全体的に言うと気温そのものとしては、まあ、これまでずっと平年よりも高いですよという日が結構多かったんですけども、まあ、週末から週明けというところに関しては平年よりも低くなってしまうということもあるのでね、まあ、そのぐらいのスパンで見た時の体感変化要注意というふうに見た方が良さそうです。はい、わかりました。詳しい情報はお天気アプリウェザーニュースでもご確認いただけます。ぜひご活用ください。